どうもリンクチャンネルの横山です。門源です。はい、今回はですね、はい、門源がついにですね、はい、フォア表を辞めまして、はい、卒業しまして、はい、裏ソフトに変わりました、はい、変わりました。その裏ソフトに変わった経緯、はい、戻した経緯と、はい、あとは本当に、はい、まあね、僕が表ソフトに変えてみたらっていう話をして、はい、でまあ結局ね、もう裏に戻すわけですけど、はい、まあそもそもまだ面でボールを捉えることができないのに、はい、ドライブなんかできないんじゃないの、まずボールを面で捉える弾くことから始めたらっていうことがきっかけで、はい、あの表ソフトをね、はい、使ってもらってたんですけど、はい、もうそろそろいいんじゃないかなっていうことをね、うん、まあ岡本だったり私もね、もうそろそろ裏にしていいんじゃないのかっていうところで変更したんです、はいはい、なので過去の表に変える前の門源と、はい、今の裏に戻した門源が、まあ、変わってるのかと、はい、変化があったかどうかっていうのを、はい、ちょっと見させてもらいたいな、まあ、変化なかったらこの表ソフトにした1年半ぐらい、いや、あれの動画を上げたのが2020年の12月4日だったんですよ、調べたら、うん、ってことは今2023年の1月なので2年、まあ、約2年、うん、はい、もし成果がなかったらこの2年が水の泡になる気合で成果を見せてほしいところで、はい、あります、はいはい、どうですか、はい、裏、まあ、今裏返って3週間ぐらいですかね、うん、まあ比較的前よりは打ててるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、うん、はい、それでは早速、ああもういきますか、はい、じゃあ過去の動画をまずご覧ください、はい、はい、門田くん、はい、今皆様にですね、はい、過去の門田を、ご覧いただいたと思うんですけど、はい、これから新門源を、はい、皆様に、はい、お届けしましょう、はい、まずクロス打ちのドライブからでいいですか、はい、いきましょう、いい打球音してるね、いい打球音じゃないですか、はい、割とカチッとしっかり、はい、インパクトがインパクト良くなったね、良くなった気がします。打点が速くなった気がしますね、少しだけ前よりは打点が速くなった、あ、前なんかここら辺で打ってた気がするんですね、フォアドライブ、はい、なんかちょっともうちょっと気持ち高い、あ、確かにね、打てるように多分なんか過去の動画見てるともうお尻の方からラケット出てきてたもんね、うん、確かにラケット位置だいぶ上がってその分姿勢は下がってね、はい、良くなってるね、はい、じゃあ最後に門田さん、はい、あの3点のフットワーク、あの、はい、昔ねやってましたよね、あ、やりました、はい、そのちょっと3点フットワークで、はい、もう過去より成長してますよっていうところを見せてもらっていいですか、はい、お願いします、お願いします、あ、おはようございます岡本、ね、おお、当たりでも強くなったね、おーおー、いいじゃないですか、
だいぶ前よりはさすがに上がった気がしますね。あのインパクト強くなってね、はい、今カドゲン4は 09C 使ってるよね。 09C ですね、うん、なんかいい音バチャンっていう、しっかりして当たりにつつかかってるのがあるね。ありますね。おお、じゃあちょっと今年は、はい、裏で頑張るということでよろしいですか。はい、はい、頑張ります、はい、そしてまた今後も成長し続けるカドゲンの姿をですね、はい、皆様にご覧いただきたいなと思いますので、カノタ君引き続き頑張ってください。はい、よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。